はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。寒いやん。4時回りました。4時20分になろうとしています。千代田区9度、この部屋16度ですね。変わりませんね。はい、なんか寒いわ。12度か3度ぐらいで私ね、暖房入れる人間なんです。16度ぐらいだと入れませんね。あんまり好きちゃうあんまり好きちゃうんですよね、この暖房っていうのが。あれは好きですけどね、石油ファンヒーターとか。なんか火ついてるのはいいんですけどね、火ついてたのがなんか妙に嫌なんですね。さて、毎日毎日ニュースを見ておりますけどもですね、もうどうでしょう。このサッカー関係がですね、ヤフーニュースをざーっと見てますと、半分とまではいかないけども、4割ぐらいあるんちゃいますかね。で、私にとっては邪魔でしかないんですけど、邪魔でしかないやん、ほんまに。他のニュースもちゃんと入れてえなと思うんですけど、なんかあれでしょ、サッカーやからで世界が静かになってるわけちゃうでしょ。だから、私が見る、こう、喜びそうなニュースがなかなか出てこないなんですよね。で、なんかこれ今晩、0時から、試合があるみたいですね。で、その後で、韓国もやるとか、ブラジル相手にやるとかって話ですけど、まあ別にいいんですけどね。で、そのヤフーニュース見てたらこんなん見つけたんです。日本戦を宝くじに当たったと喜ぶクロアチア。J リーグでプレーした三木土2位のブーレは森安ジャパン、森安 J の分析に大忙しということでですね、これはですね、昨日日曜日の12時35分配信で、もうコメントがね、1702もついてますよ。これはウェブスポーティバというところからのニュースですね。ちょっと読んでみましょうか。グループ F の第3戦、クロアチアはベルギーに勝ち、何が何でも勝って首位通過をしたかった。ラウンド16で対戦するグループ E の首位はスペインだと信じており、それを避けたかったのだ。クロアチアはここ5年でスペインと3回対戦し、うち2回は敗れている。2018年ネーションズリーグでは0-6というスコアで打ちのめされ、弱いやん、クロアチア。昨年のユーロ、ヨーロッパ選手権では5-3で敗れ、大会から敗退した。クロアチアにとってスペインは鬼門なのだ。ただ結局、ベルギー戦は0-0に終わる。ベルギーも次に駒を進めるには勝利が必要で必死だったのだ。その結果、クロアチアは首位をモロッコに譲り、2位で決勝トーナメントに進出した。対戦相手を知るには4時間後の、グループ E の結果を待たなければならない。そして予想に反してそれが日本だと知ったとき、クロアチア国内にはまるで宝くじに当たったかのような喜びが広がった。クロアチアのメディアには幸運の女神は我々に微笑んだなどと書く者もいた。えらく喜んでいただいて光栄ですよね、日本もね。日本はね、宝くじに当たった国なんですって。ただもちろんドイツとスペインを破った日本を決して過小評価してはいけないという声はあちらこちらで聞かれる。そして何より選手もコーチもサッカー協会の幹部も日本はリスペクトすべき相手であることは知っている。スペイン対日本戦を見た限り、日本は非常によくまとまり、統制され、責任感のあるチームだと感じた。そして素晴らしい闘争心を見せている。こうしたことは前から知っていたことだが、今回改めて実感した。監督のズーラトーコ・ダリッチは言う。まあ以下続きますけど、この辺にしときましょう。私もね、そんなサッカーよう知らんというか、全然知らんわけですですね。あんまり知ったかぶりしてなんか喋ってもしゃあないですけど、まあですね、こう、喜んでいただいてるということはですね、いいことじゃないですか。ただ最後まで喜んでいただくと、ちょっとあれですね、なんていうか、ちょっと悔しいと言いますか、あ、やっぱりやーって言われるの嫌ですよね、ほんまにね。まあ、どっちでもええっちゃどっちでもええですけど。
クロアチア、皆さんおなじみがないかと思うんですけども、旧ユーゴスラビアと申しまして、私のですね、学校時代はユーゴスラビアという国がございます。サラエボというところではですね、冬季五輪もありましてですね、その時はまだユーゴスラビアでしたね。それがですね、その分裂をしまして、1991年あたりが、要はソ連が崩壊して、ぐちゃぐちゃとなったあたりの時にですね、ユーゴスラビアもですね、バラッバラになりましてですね、一部ではですね、血みどろの戦いになったりしました。でクロアチアもなんか一時やってたんちょうたんかなという気がしますけどね。ただ小さい国ですよ。人口がですね、今見えますと410万人ですね。410万と言いますと横浜市ぐらいの人口ですか。で、これ今ですね、何王様がいるんですか。王様はいないんか。大統領がいて、クロアチア語という、私の理解ではですね、あれなんですよ、スラブ系の人たちだと思うんですけども、スラブ系って何やと言いますと、その要はロシア人がスラブ人、ウクライナ人も一応スラブ、一応というか、まっとうなスラブ人ですよね。でユーゴスラビアという言い方が南スラブという意味らしいんですね。クロアチアという読み方はラテン読みやというふうに書いてありますね。長らくハプスブルグの、ハプスブルグのオーストリアの帝国内にあったんですけども、その中でこう独立をしてですね、ユーゴスラビアとして独立して、その後クロアチアになったということだと理解をしていますけどね。ユーゴスラビアという国自体がですね、第二次世界大戦中にですね、反ドイツ闘争を繰り返しましてですね、ほぼほぼ自らの手でですね、エリアを回復したというふうな歴史がございました。チトーという大統領がいてですね、こいつがなかなかですね、こうやり手でして、ソ連の言うことも聞かないという社会主義、独自の社会主義をしてましたね。一人当たりの GDP2 万8000ドルっていうことは、まあまあ豊かですよ。まあまあ豊かですよ。すいません、ちゃいました。おてんのか。1万3000ドルという評価もありますね。何が違うんやろ。ようわからん。どうね、でもとりあえず小さな国なんでね、そこから選ばれた選手たちでして、日本の方はですね、人口ベースは1億2000万人ちょいですか今。なんでどうでしょうね、勝ち負けはよう分かりませんけどね、分母を比べれば日本の方が30倍はないけど20何倍ちゃいますかね。はい、30倍はないか。はい、そんなところでございました。喜んでいただけたんであればですね、その次にはですね、と言っていただきたいなと。まあ私も一応一日本人でございますからね、日本チームが勝った負けたってどっちのニュースを聞きたいかというと、勝ったというニュースの方を聞きたいわけです。負けたというニュースは聞きたくないんですけどね。でこれでですね、面白い話があって、面白い話、皆さんもうご存知だと思いますけど、日本がクロアチアに勝ってですね、その後韓国がブラジルに勝つとですね、今日韓対決で打たれまして、おそらくですね、あれでしょう、そのワールドカップで日本と韓国が公式戦で当たるっていうのはですね、初めてちゃうんですかね。日韓同時開催って20何年前にやってましたけど、あの時も当たらなかったはずですね。わざとちゃうところに入れてですね、当たらないようにしてたはずなの。あの時は韓国は4強まで行ったんでしたっけ、日本は16強で終わったような気がしますけど、まああの時ね、なんかわけわからん審判団がいましたからね、韓国よりの。いまだに語り継がれていますけども。はい、ということで、ございましてですね、この昨日のニュース、ちょっと気になるニュース、日本戦を宝くじに当たったと喜ぶクロアチア、J リーグでプレーしたミッキーツー
1位のブーレは森保 J の分析に大忙しということなんですけど、今晩は皆さん起きてるんでしょうね。僕寝ますけどね私いつも寝る時間がね12時前後なんでですね、あの別に気にせず寝ると思います。で明日の朝起きたらですね、両方の結果、日本戦と韓国戦の両方の結果は分かってて、まあどうなるのか知りませんけど、もし仮に、ですね、で日韓対決になったらですね、面白いやんというですね、あのあれですよ、純粋数学的な確率では2分の1かける2分の1ですから4分の1なんですよ。だから 25% の確率があるわけ、日韓戦になる確率というのはね、純粋数学上ですよ、数学上というか算数上で4分の1の確率があるということですね、もしかしたらという可能性もあると。でもしかしそんなんあったらどうなるんでしょうね、ほんまに面白いわはい、一応このヤフーのページを貼っておきましょう。皆さんどうもありがとうございます。